ウォールストリート・ジャーナル。ウォールストリート・ジャーナルはニューズコーポレーションの子会社であるダウジョーンズ社が発行する国際的な影響力を持つ日韓経済新聞である。アメリカ版、アジア版、ヨーロッパ版、英語のほか、日本語版や中国語版のオンライン版が発行されている。1889年7月8日の創刊以来発行され続けている。 経済新聞としては、アメリカ最大の発行部数を誇り、世界や全米各地の経済活動、金融に関するニュース記事を掲載している。新聞の名前は、ニューヨーク市にある、経済活動の中心地、ウォール街、ウォールストリートに由来する。ジャーナル、ジャーナルの通称で呼ばれる。1940年代までは経済及び、 金融関連の分析記事記帳の記事のみを扱ってきたが、1950年代以降は一般的な経済ニュースも網羅する内容へと変化させ、飛躍的に購読者数を伸ばした。2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件では、世界貿易センタービルに隣接する本社が大きな被害を受け、多数の社員が死亡する事態になったが、休館することなく発行を続けた。 現在はアメリカ版、アジア版、ヨーロッパ版がそれぞれ発行されている。長年にわたりアメリカ合衆国内での発行部数、第1位を占めており、近年では USA Today 211万部に次ぐ第2位208部であった。しかし昨今の新聞不況により USA Today が部数を減らしたため、2009年、ウォールストリートジャーナルが再び首位に返り咲いた。 また、The Index of Economic Freedom という年次報告書が、ウォール・ストリート・ジャーナル及び遺産財団の手により発刊されている。アメリカのみならず、世界を代表する経済史の一つとされており、国際的に大きな影響力を持つとされる。経済、金融に関するニュースの中でも、証券市場とビジネスの動向についての分析に強いと予定表がある。 世界80カ国以上、100都市以上に市局を構え、創立以来、経済史のみならず世界史に名を残すようなスクープ記事をたびたび載せているが、日本の新聞とは違い記事は全て署名記事であり、さらにニュースソースは一般的に信頼度が高いとされており、経済に対する影響力の大きさから、匿名の情報源は原則的に扱わない方針をとっている。創立以来、 ピューリッツァー賞を30回以上受賞している。社説や特集ページは、典型的な保守派、及び共和党寄りの立場を取っていると言われ、経済的には、典型的な市場原理主義、新自由主義思考であると言われているが、創業者による、編集不干渉の方針が一世紀以上、貫かれており、前記者のアルファントは、編集部とは、多少なりとも、 対立的な視点に立った各習コラムを書いていた上に、時にはアーサー・シュレジンガーやクリストファー・ヒッチェンズといった、よりリベラルな書き手の記事が掲載されることもある。1996年には、経済史としては、最も早くデジタル化を果たしており、その後有料化し、デジタル版の有料化に成功した新聞の一つとして評価されている。現在は、英語や日本語、 中国語などのオンライン版も発行されている。しかし、一時は発行されていた韓国語やインドネシア語、ドイツ語のオンライン版は、経費削減を受けて2014年から2015年にかけて次々に廃刊され、また、日本を含む各国で記者などの解雇が進められた。さらに2017年には、香港で発行され、日本やシンガポール、 フィリピンを含むアジア各国で発売されていた印刷版のアジア版の発行が廃止され、以降アジアではアメリカ版のみが発売されてい,い、経費節減を目的にした統廃合が進んでいる。ウォールストリートジャーナル東京支局が東京都千代田区のダウジョーンズ日本支社内に置かれている。東京支局長はピーター・ランダース。ウォールストリートジャーナル日本版の編集長は 西山誠である。日本では当初、読売新聞と印刷、配達、販売に関して提携し、2014年からは、毎日新聞に提携先を変更し、香港支局に併設されたアジア太平洋、地域本部で発行されるアジア版を販売していた。なお、2017年10月6日以降に、アジア版の発行を取りやめることを受けて、これ以降は、 アメリカ版を販売している。2009年12月15日にアメリカ版やアジア版の記事を日本語に翻訳した記事と日本版独自の記事からなる有料の日本語ウェブサイトウォールストリートジャーナル日本版が開設された。初代編集長には2003年からウォールストリートジャーナル日本支局長を務めていた小野由美子が就任した。 2014年12月より、ロイターにて、金融市場、経済政策、政治、外交などを担当していた、西山誠氏が2代目の編集長に就任した。ウォールストリートジャーナル日本版の有料購読者は、日本語版と合わせて、アメリカ版、アジア版、ヨーロッパ各版、英語、スペイン語版や中国語版のみならず、バロン S や、マーガトアッチ、 英語版の抜粋版なども追加料金なしで購読することができる。また、別料金で印刷版、アジア版を定期購読することも可能である。ウェブ版、印刷版ともに、ウェブサイトや、モバイルサイト、iPad、iPhone、Android など、各アプリ経由で購読の契約ができ、学生向け割引などもある。また、公式 Facebook、Twitter、 ラインページなどを通じて無料記事を読むこともできる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。